全身麻酔で実際に無痛脱毛してる様子をお伝えさせていただいてます。今実際この無痛脱毛してるのは看護師の森ちゃんです。麻酔する上で非常に大事なことは安全性です。僕らは安全性っていうものに対して徹底的にこだわっています。その一部の設備やったりをご紹介させていただきたいと思います。脱毛で麻酔なんて思う人もいるかもしれないですけど、やっぱり痛いんですよ、医療脱毛って。いろんなクリニックでしっかり医療脱毛するにしても、やっぱり出力を適正にしないと効果はないです。なのでしっかり最大限の効果を出すために麻酔した方が非常に効率的なんですよね。エステで効かない脱毛、医療脱毛痛い、そんな人にぜひ受けていただきたいのがこの全身麻酔の脱毛です。クリニックでも出力をしっかり適正に上げないと脱毛効果はありません。我々はしっかり適正な出力で脱毛を最短で終わらせるために、この無痛脱毛クリニックとしてやらせていただいてます。僕自身麻酔科の専門医も持ってますし、ここまでしっかりと設備を整えて脱毛や医療施術を行っているクリニックは絶対にありません。麻酔って言ってもちょっと怖いイメージもあるかもしれないですけど、本当に安全面に徹底的にこだわっていろんなものを作っています。これ今全身麻酔の脱毛中です。麻酔をする上で注意点として、呼吸が抑制されるっていうのが一番麻酔薬として問題です。そのために僕らは全身麻酔できる設備を完全に整えてます。基本的に全身麻酔するときは呼吸が止まります。この麻酔器を用意してしっかり呼吸をサポートしている状態で、麻酔がかかった後に呼吸が落ちたとしても、僕が自身が麻酔科の専門医、気道管理やったりとかに精通してますんで、呼吸をしっかりとサポートさせていただいています。麻酔薬が体から抜けていくときに呼吸は戻っていくので、その期間のサポートだけしとったら基本的に問題はないです。使ってるお薬がプロポフォールやったりとか、場合によったら吸入麻酔薬セボフルランってやつを使ったりとか、正気を使ったり、バランス麻酔って言っていろんなお薬を使って、体に一番負担がない状態で麻酔をかけています。そのために投与したお薬っていうのが体に問題ないかを確認するために、こういうモニターやったりとか心電図やったり酸素の値、血圧をちゃんと測らせていただいて、麻酔器以外にもシリンジポンプっていうもので1時間に 10.1cc 入る設定になってるんですよね。 0.1cc の単位で正確に適切な量を投与できることもすごく大事で、こういう医療機器を使って 0.1 ミリ単位でしっかりこまめに麻酔の量を調整させていただいて、安全にさせてもらう工夫を日々しています。それらの麻酔やったり呼吸が適切に行われているかっていうのを確認するために、生体モニターを必ず全員つけてます。心電図、血圧、酸素の値、問題ないかを常にこれは僕自身が見て評価して、何か問題があるときはそれに対して適切な対応をしています。なので麻酔って言っても本当に入れるだけじゃなくて、適切な量かどうかを常に確認しながら、呼吸やったり循環とか全てを見て評価して行っています。僕自身もともと国立循環器病研究センターっていうところに長年従事していて、生活習慣病の末期の最重症の患者さんやったり、新生児の麻酔やったり、非常に重症な全身麻酔を担当しています。何万件以上もの麻酔をかけています。今まで医療事故に関しては一例もありません。ジェントルマックスプロプラスはこの冷風を出すことによって、それによっては痛み軽減効果があって、脱毛器のなかった最新の効果が高くて痛みが少ない機能がついているんですけど、やっぱり初回の男性の脱毛は麻酔しても正気しても絶対痛いですね。特に濃かったら濃いだけやっぱ痛いですね。そういう時はもう全身麻酔した方がいいと思います。ヒゲやったり VIO だけ麻酔する、全身麻酔するっていうパターンもあるんですよね。なのでそこは部分的に全身麻酔する、全身まではいらへんけど一番痛いとこだけ麻酔しといて寝かしといてっていう人向けに、そういうプランも用意しているんで、ぜひ新メディカルライトクリニックにお越しください。
はい、先ほどね麻酔科専門医による完全無痛脱毛、全身麻酔で脱毛する様子ご覧いただいたと思うんですけど、皆さん見てていかがでした？適切な麻酔をすることによって全然暴れたりもないですし、麻酔器があってちゃんと生体モニターがあって輸液ポンプがあったりとか、ちゃんとした設備を整えているので非常に安全に快適に麻酔で脱毛することが可能です。先ほどの方って男性脱毛のヒゲの1回目やったんですけど、脱毛した時の音バチバチ言っとったやん、それが絶対痛いんですよね。普通のクリニックやったらそこを麻酔塗ったり消去したとしても、その初回のヒゲの1回目とか絶対痛いんで、適切な出力を出せないことが非常に多いんですよね。なので結局エステみたいに出力が弱まってしまったりとか、脱毛の出力を上げきれないってめっちゃもったいないやん。それをもう麻酔して寝てる間に全部するっていうので、結局コスパもタイムパフォーマンスもいいから、初回とか回数が少ないうちは絶対医療でやった方が本当に効率的なんで、ぜひおすすめですよね。本当にうちの看護師の脱毛技術もレベルが非常に高くて、しっかりと研修を行っているので安心してください。森ちゃんの脱毛どういうとここだわってしてんの？しっかり内漏れがないように丁寧に照射したり、あとはお客様が気になってる部分とかをしっかり重点的に照射するようにしてます。そうやね、やっぱ脱毛するときってやっぱ何かが気になってくるやん。青ひげが気になるとか、濃い部分がやっぱ一番気になって、そこをやっぱちゃんとお客さんの話聞いて、そこを重点的にやったりとか、はい、もちろんしっかりするのもいいんやけど、どこをしっかりするっていうのもやっぱ非常に大事なことだと思うんで、ちゃんとお話を聞いてね、丁寧に施術する森ちゃんの脱毛ぜひお任せください。医療脱毛で全身麻酔で寝てる間にしっかりと出力で脱毛施術したい方はぜひ新メディカルにご覧ください。今後もダイエットやったり麻酔、集中治療、栄養学、いろいろな動画をアップしていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。他にもインスタグラムやったり TikTok X もやってます。森ちゃんもやってるもんね。はい、やってます。ライブ配信も毎日やってるので、ぜひ概要欄からフォローしてください。コメントで動画の質問や感想もぜひお待ちしています。バンバンコメントしてね。それでは最後まで見てくれて本当にありがとうございました。